週刊フリーブレイズ、はい、このコーナー週刊フリーブレイズはアイスホッケーやジャーリーグ東北フリーブレイズの選手のインタビューやチームの最新情報を毎週ご紹介しています。今日は11月29日です。フリーブレイズは豊橋、上海遠征を終えて、ちょっとお休みがあって、今日のこの木曜日から練習再開となっております。今日お話をお伺いするのは背番号2番の萩原雄吾選手です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シャワー上がり、はい、髪サラッサラっすね。練習終わりです、はい。ちょっとお休みがあっての久々の練習でしたが、いかがでしたか今日の練習は。はい、そうですね、長い遠征を終えて、2日間、移動入れて3日間の休み明けだったんで、ちょっと、練習的には、あんまりいい練習ではなかったのかなと思うんですけど、徐々に日本まで時間もあるので、明日はしっかりいい練習していきたいなと思います。はい、さて、フリーブレイズはアジアリーグが再開しまして、11月は豊橋での OG リーグ実戦2連戦、残念な結果にはなってしまいましたが、この2連戦はいかがでしたか。はい、そうですね、久々の試合ということで、電気気合を入れて気持ちを入れて試合をしたんですが、ちょっと結果がついてこなかったので、残念な試合でしたね。はい、2試合目はあと一歩でしたね。初戦も同点に追いつけそうなところまでいたんですけれども。そうですね、やっぱその競った時間帯での失点、特に2試合目に関しては、3点目取られた時僕も退票していたので、ああいうことがこの長いシーズンで同じようなことを繰り返していけないなって思います。はい、ちょっと王子には連敗が続いてしまってますが、苦手意識みたいなものっていうのはあるんでしょうか。いや、 やっぱり王子が強いっていうのは、どのチームも分かってるし、みんなも分かってるんで、そこに負けたくないっていう気持ちを誰もが持ってると思うんで、苦手意識というよりももっとそういう勝ちたいっていう気持ち出さないといけないんじゃないかなって思います。1月この八戸で試合ありますから、そこはなんとか巻き返したいですね。はい、そうですね、同じ相手に何度も何度も負けるのは本当に悔しいんで、全日本も借りを返す機会がありますし、八戸でも頑張りたいと思います。はい、そして豊橋からそのまま海を渡りまして上海行きました。チャイナドラゴンとの3連戦、ここはしっかりものにしましたが、このチャイナとの連戦はいかがでしたか。そうですね、各試合、こういうふうに戦っていこうというふうにスタッフから言われた通りの試合を、やらなきゃいけないんですけど、2試合目に関してはちょっと、結果が物語っているように、いい試合ができてなかった、そんな中でも勝てたことは良かったと思うんで、はい、ちょっとチーム怪我人が出てきてちょっと心配ですね。そうですね、ちょっと D も少なくなってきてますけど、残ったメンバーでやるしかないので、はい、フリッチャー選手とこの遠征では組んでましたね。そうですね、はい、でもブレイク前からちょっとずつ、フリッチャーと組んでたので、お互い、コミュニケーションは取れていると思うんですけど、もっともっと、はい、意思疎通をしていかないといけないなと。はい、フレッチャー選手もね、お子さんが生まれたみたいで、そうですね、張り切ってる様子は感じられますか。でも頑張ってるって言ってましたね、子育ての方も。そうですね、はい、長い遠征でしたけれども、そのオフの時とか、練習がない時とか、遠征自体はこう何か出来事ですか、ありましたか。そうですね、出来事、はい、豊橋の時はちょっとオフが、はい、あったりもして、試合の後移動までの間、休みも結構多かったので、と市街をうろうろしようかなと思ったんですけど、なぜか高橋康介と2人で映画を見に行きましてなかなかその2人が一緒にいるっていうのは貴重な。そうですね、でも仲はいいので、どこ行くって言った時にたまたまこう合致したので2人で映画行くっていう、失態を犯しまして。ちなみにご覧になった映画は何でしたか。そうですね、ちょっと怖い映画だったんですけど、悪の経典っていう、伊藤英明さんの。そうですね、見てきました。映画見ますか。そうですね、映画見ることは好きで、DVD を借りたり、ちょっと子供ができてから映画館に行ったりとかはしばらくできてなかったので、久々に。なるほど、はい、上海では何かありましたか。そう、チャイナドラゴンの選手と、少し話したりとかする機会があったので、おのおのどういうふうにやってるかって話して、お互い頑張っていこうと、敵ですけど、チームメイトみたいなもんなので、はい、
そうですね、まあ、チャイナも約2ヶ月ぐらい、まあ、いろんな国際情勢があって試合が空いている中で、うん、久々に会ってみてどんな印象でしたか。まあ、その彼らも、まあ、あんま恵まれているといった状況ではないんですけど、そういった環境でもしっかり、頑張っているので、そこは、まあ、尊敬できますし、まあ、お互い頑張っていけばいければなと声をかけていきました。はい、そして上海から長遠征から帰ってきて、まあ2日ぐらいですかな、オフがあったかと思うんですが、はい、何かしてましたか。そう、上海から戻って成田空港から、僕は直接ちょっと家族がいる、栃木の方に戻りまして、はい、久々に、はい、家族と会ってきました。はい、総主君、はい、何歳何ヶ月になりましたか。もう10ヶ月過ぎて、もうすぐ10ヶ月ですかね。はい、そっか、お正月年が明けてすぐでしたもんね。はい、お誕生が。はい、最近の様子はどうですか、総志君は。ああ、もう相変わらずやんちゃで歩くようにもなってきたので。はい、はい、なんか結構言葉は発しますか。うん、まあはっきりとは言えないんですけど、まあパパだったりマンマだったりはなんかかすかに言ってるんですけど、まあこれからじゃないですかね。ちょっと寂しくなりますね。あの、そうですね、またシーズンスタートしてますからね。そうですね、まあでもしょうがないですね、こういう仕事をしているので、うん、やりたいことができているのは幸せです。なんか萩原家の中で子育ての何か決め事とかはあるんですか。いや、特にはまあ僕が進んで何でも手伝うように、何でも全て妻に任せるのは良くないかなと頑張って。何を手伝うんですか。お風呂入れたり、おむつ替えたり、はい、何でも頑張ろうかなと。わかりました。はい、さて、今後のフリーブレイズですけれども、今週末ゲームありませんが、来週末は新横浜で全日本選手権となりますが、今まで何かこう、まあ、バックス時代等も含めてなんか全日本選手権ってこう何か思い出とかはありますか。そうですね、まあ、全日本選手権は、まあ、バックス時代から大学の時も出たことあるんですけど、うん、あ、ね、まあ、やはり、まあ、優勝ということはしたことなくて、で僕自身、まあ、全国大会、まあ、中高大学全てにおいて、まあ、優勝したことがないので、やはり、まあ、こういうチームに来て、チャンスがあると思うので、うん、ぜひとも日本一というものを個人的にも初めてなので、うん、取ってみたいなと思います。はい、所詮大学生ってやはりこう大人プロからすればやりづらさっていうものはあるんですか。まあ、そういうふうに言われてて、まあ、結果も結構接戦が多かったり、うん、まあ、僕自身バックスの時は大学生に一度敗れたりもしてますし、戦いづらいっていうのはあると思うんですけど、まあ、いつまでもそういうのを気にしていたらいけないと思いますし、まあ、そういう状況にも慣れてしっかりやらないといけないんだなと思います。うん、だとチームに勢いをつけるためにはこの全日本のタイトルは欲しいところですね。そうですね、まあ、本当ちょうど21試合終わって半分折り返しですね。状況なんで、まあ、今後に弾みつけるためにもいい結果残したいなと思います。はい、でその後は、アジアリーグまた再開されて、古巣のアイスバックスと盛岡と八戸での3連戦になります。はい、そろそろ、ね、プレーオフに向けてのこう星間状にも入っていきます。かなり重要なホームゲームですね。そうですね、まあ、今年はどのチームも得点も勝ち点ですか、うん、接戦なので、まあ、落とせない試合が続くので、まあ、目の前の試合を勝っていかなきゃなと思います。はい、非常に重要なホームゲームが、再来週ですね、行われます。はい、はい、ではラジオ昨日あるいは YouTube ご覧のフリーブレイズファンに、じゃあ萩原選手からメッセージお願いします。はい、そうですね、来週末から、全日本選手権が始まります。チーム一丸となってタイトルを取りに行きたいと思います。応援をよろしくお願いします。はい、ぜひ新横浜でもそしてホームでも、はいはい、熱いファイトを見せていただければと思います。熱いハートと、はい、あとはクールなホッケーを見せていただきたいと思います。はい、はい、今週の週刊フリーブレイズは背番号2番萩原優吾選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。